失礼いたしました。第4次中東戦争ですね。中東戦争と言われる、アラブ諸国とイスラエルが戦った戦争は4回これまであります。ですけども、1973年以降の戦争は、戦争というか紛争は戦争とは呼ばれなくなります。なぜならば、アラブ諸国が、イスラエルと戦わなくなったからです。あるいはまとまって戦わなくなったからです。そこには、1979年のキャンプデービッド合意といって、エジプトがこのアラブの戦線から抜けた。で、残るシリアも単独で戦うというわけではなく、その後ですね、戦闘は起こるわけですけれども、1982年にレバノンにイスラエルが侵攻するといったような、戦争といってもいいような事態が起こるわけですけれども、そこに結束してアラブ諸国がイスラエルと戦うという状況はなくなる。ここはすごく重要なところで、70年代まで戦争をやっていたアラブ諸国が手を引いてしまったことによって、しかしそれはパレスチナ問題が解決したということではないわけですね。つまりイスラエルがパレスチナを占領し続けているという状況は変わらない。しかし戦争をする主体が手を引いてしまうということは、戦争をする主体である国家じゃない誰かがイスラエルと衝突をしてしまうということなんですね。それは何かというと、パレスチナ人そのもの、あるいはパレスチナの抵抗勢力であるハマス、あるいはそれを支援するヒズボーラーといったですね、そういったいわゆる非国家主体に、もう委ねられているということなわけです。で、ですので、90年代以降はほぼほぼイスラエルとこう衝突していくのはハマスかヒズボーラーどちらかしかならない。これをそのテロ集団だというふうに、欧米諸国国際社会は批判しますけれども、そこにはもともと戦争だったんだよと、お互いにその、この事態をこう、承服できないという問題の争点があって戦ってきて、決してそれが解決したわけではないので、でしかもしかし、国家が戦争という形を取らないので、非国家主体であるハマスやヒズボーラが戦っているんだということになるわけですね。